こんにちは、みな選手です。このチャンネルでは、火山アクセが、地球の最新情報と元気をお届けしています。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震速報ですね。本日、能登半島で、震度5強の地震が発生いたしましたが、なんとですね、皆さん、この後、震度7大地震の可能性があるということが新たに判明いたしました。今日の動画では、なぜこの後、大地震が危ないのかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい、鉄っけ、今日もよろしくお願いします。 これはガチで、震度7来ますということでね、3つのテーマをご用意いたしました。まず1つ目、地震が起こった場所。今回の地震、34時間以内に大地震が危ない理由ということでお話しさせていただきます。それでは今日も元気にやってまいりましょう。まずは地震が起こった場所は、西の島から北に1193キロほど行ったところにあります。石川県の能登半島ですね。この能登半島、 これまでに過去何度も大きな地震が繰り返し発生してきた地域になります。この地震の歴史簡単にご紹介いたしますと、まずは1729年にマグニチュード7クラス震度6強、1993年にマグニチュード6.6、震度5強、そして2007年にもマグニチュード6.9、震度6強の地震が発生した大地震が多い地域ですね。 さらに、1833年には日本海側の庄内沖地震と呼ばれている大きな地震が発生いたしました。マグニチュードが7.5、震度6強の地震でしたが、この大きな地震によって日本海側で大きな津波が発生してしまったんですね。で、この津波によって犠牲者100人ほどを出した大災害もね、この能登半島で起こったことがあるということですね。 そんな、野能半島でございますが、2020年頃に、野能半島で新たな事件が起こっていたわけであります。それがこちらですね。2020年の12月頃に、活発な地震がブワーッとですね、発生していったということですね。ちょっと勘ですみません。 なんで、この能登半島で活発な地震が発生したのかということですが、能登半島の地下には地下水が存在するわけです。で、この地下水が原因でですね、ギューッと、たくさんの地震が発生しておったわけですね。ではこれ、なぜ地下水がたくさんの地震を引き起こすんでしょうかそれはズバリ、地下水には油のような作用があるからなんですね。はい。この地下水がですね、地面の割れ目、断層の中にさーっとですね、忍び込んだということです。で、この地下水は、 油のような作用がありまして結果この断層がですねつるんと滑ってしまったわけですその結果のと半島でたくさんの地震が起こっていたということが考えられますねではこれ なんで、野能登半島には、地下水があるんでしょうかということですが、これは、東日本大震災が原因なんじゃないかという説がありますね。東日本大震災とは、2011年に起こりました、マグニチュード9.0、ポンズが蒸発する、巨大地震でございますが、この東日本大震災によって、能登半島の地下が影響を受けてしまったということです。でその結果ですね、東日本大震災の影響によって、地下水が断層にですね、さーっと、 侵入するようになってしまったと。で、その結果、え、能登半島で活発な地震がブワッっとですね、発生するようになったんじゃないかということなんですね。ということで、この能登半島の地震はもしかしたら、 東日本大震災が原因で活発な地震が始まったんじゃないかということが考えられるということです。そして、この能登半島で1月1日にマグニチュード7.6、ポンズが蒸発する震度7地震が起こったというのがここまでの能登半島の歴史でございますが、続きまして、本日発生した地震について詳しく見ていきたいというふうに思います。 今回の地震ですが、本日6月3日6時31分頃に、能登半島地下深さ 13.2km マグニチュード5.9、最大震度5強の地震が発生いたしました。今回の能登半島の震度5強の地震ですけども、この震度7の地震から半年後に発生した大地震ということになりました。最大震度5ってどれぐらいに売れるかと言いますと、物に捕まらないと動けない、棚にある食器や本がたくさん落ちる、そしてポン酢がみじん切りに 恐ろしいい地震ととうことになりますね今回の能登半島の地震ですが、ユーラシアプレート内部で発生した、えー、地震であるというふうに考えられます。地面が押されることによってずれ動く逆断層型の地震ですね。これは1月1日の震度7とメカニズムが同じになっております。地震が起こった場所なんですけども、1月1日マグニチュード7.6震度7地震が起こった場所がこの赤丸のところですね。で、今回の地震なんですけども、この震度7の位置からちょ ちょっと南のところで、本日マグニチュード5.9。 9、震度5強の地震が発生したというか、5弱じゃないですね。5強ですね。訂正させていただきます。ということで、今回の地震、実はですね、震度7の場所からやや南で地震が発生したということになっております。はい。で、この震度5強の地震の後に活発な地震が発生したということです。こちらが震度5強地震の直前の地震活動を映しております。今回の地震の前兆現象なるものはですね、一切確認されておりませんでした。で で、この地震がですね、ほとんど起こっていない状況で、この能登半島の南のあたりで,ですね、震度5強の地震が本日突然ドカンと発生したということになりました。これがね、やっぱり地震の怖いところですよね。いきなり前兆なくやってくるというのが、やっぱり怖いですね。そして、この地震の後に発生した地震がこちらです。見ていただくとね、この震度5強の後に、たくさんの余震がですね、ブワーッと発生しておったということで、すごいですね。 はい。で、この余震活動について気象庁さんからもですね、報告がありましたのでお伝えしたいと思います。こちらが5月から6月にかけて発生いたしました、能登半島の地震を映しております。縦軸にマグニチュード地震の規模、そして横軸に日付をとっております。能登半島はですね、5月は地震がですね、少ない状況でございましたけども、本日震度5強の地震が発生してからですね、ギューッとたくさんのおびたらしい数の地震が発生したということになりましてね。 はい。ということで、今ですね、めちゃくちゃ、あの、活発な状況になってますよ、ということであります。はい。で、この能登半島なんですけども、これまでに少なくとも、この震度5強の地震の後によって、11回以上の震度1以上の地震が、余震が発生しているということです。中にはマグニチュード4.8、震度4のですね、大きめの余震も発生しているということでね、これお気をつけいただきたいなというふうに思います。 そしてですね、皆さん、なんと、本日、この能登半島で、震度5強の地震が発生したわけでございますけども、この後、国内で大地震の恐れが高まっているということで、続きまして、36時間以内に大地震が危ない理由ということで見ていきたいというふうに思います。 このね、え、能半島でございますけども、本日震度5強の直後に、震度4のね、余震も発生したということで、現在ですね、余談を許さない状況となっておりまして、この後、さらに大きな地震の可能性、危険性が高まっているということであります。この後、なぜ、この能登半島で大震が危ないんでしょうかそれはズバリ、た、新たな断層で、地震が発生した可能性があるからですね。 詳しく見てまいりましょう。はい。これどういうことかというとですね、まず、この1月1日の能登半島地震から解説していきたいと思います。1月1日の能登半島地震なんですけども、この能登半島には、断層が海側にですね、1、2、3、4つぐらいあるんですね。で、そのうち断層1から3にかけましてですね、この1月1日に震度7の大震がですね、ギヤーッと発生したということになります。 はい。で、今回はですね、なんとえ、この、え、南側にですね、断層5なようなものがあると。 いうこ,とですでこの断層後の場所でえ、本日6月3日に震度5強の地震が起こったんじゃないかということであります。これ、なんでそう言えるのかということで、え続きましてねえ、詳しく見ていきたいと思いますえ。これはですね、ずばり結論から言うとえ、今回の地震はですね、新しい場所で地震が起きたからなんだよということですね、詳しく見てまいりましょう。はいま、ずはですねこの月1ヶ月の間 見ただしい形、ギューッとね、発生しております。すごいですね。 で、この能登半島の余震活動なんですけども、これ断層1から4にかけまして、余震がですね、活発に発生しているというのがよくわかりますね。海側の断層をベースとしてですね、たくさん地震が起こっているというのがわかります。で、ここで皆さん、このね、能登半島のこの、えー、オレンジ四角のところですね、ここを拡大してみましょうということです。で、この辺りを拡大したのがこちらの図になっているんですけども、こちらもですね、能登半島1ヶ月の余震活動を映しています。で、この能この 能と半島のですね、皆さん、えー、この東のあたりをちょっとね、注目していただきたいんですね。このオレンジ丸のところ。はい。このオレンジ丸のところはですね、この能と半島の地震活動の中でも余震が少ない地域だったわけです。で、この余震が少ない地域で、 発生したのが本日の震度5強の地震だったということです。で、これは何を意味するかというとですね、はい。これはおそらくこの能登半島の,、えー、この西側に断層5のようなものが存在するということです。で、断層1から3で起こったのが1月1日の震度7でしたが、えー、今回の地震はですね、この南にある震度5で、えー、マ,グマ,グマグニチュードじゃない、えー、震度5強の地震が起こった。今日の地震はこのいつもの断層では ななくてでですねこの断層後震震度5強の地震が起こったんじゃないかということです、ね、ちょっとおんすととでいいません、はい、ということで今回の地震はですね、新たな断層で地震が発生した可能性があるよということです。ということで、これは、これまでとは別の断層で地震が発生したということになりますので、え今回の地震は、ただの余震ではない可能性があるんだということが、これ、注意事項になります。で、下手をすればですね、これ、大地震につながることもあるんだということです。 過去の事例ちょっと見ていただくとですね、例えば、え熊本地震なんかがありますよね。2016年に起こった熊本地震、マグニチュード7.3、ポンズが蒸発、震度7の地震でございましたけども、まずですね、この地震なんですけども、南にあるひなぐ断層と呼ばれている断層で、4月14日に震度7の地震が起こりました。で、このひなぐ断層の地震から2日後に発生したのが、北側にある二川断層の震度7だったと。熊本地震の場合は、 このひなぐ断層、ふたがわ断層の二つの断層で、それぞれシンドナーの大震が発生したという事例になってますけども、これと同じようなことが、能登半島でも起きる可能性があるということです。考えられる最悪の想定といたしましてはですね。 この断層1から3にかけて1月1日に震度7の地震が起こったと。で、次危ないのはこの南にある断層5になるもので、この断層5でえ今日ですね、震度5強の地震が起こりましたけども、X 日後にこの断層5で震度7の地震が起こる可能性があるんじゃないかということです。 で、この X 日後って大地震って何日後なのかということですが、これは過去の事例から見ると1日から2日後が多いです。これどういうことかというとですね、地震後に大地震が発生したケースといたしましてはですね、これ全国に少なくとも50件以上の事例があります。この丸マークがついたところが地震後に大地震が発生した事例ですね。 で、このうちですね、半分以上は地震から1日から2日後に大地震につながるケースが多いんですよということですね。で、過去の事例ちょっと見ていただくとですね、例えば1963年のエトロフ南東沖の地震ですね。こちらの地震でございますけども、 はい。まずは、1963年10月に、エトロフ南東沖でマグニチュード6.3、震度2の地震が起こりました。で、この、えー、マグニチュード6.3の地震から18時間後、発生いたしましたのが、えー、マグニチュード8.1、震度4の巨大地震だったと。 で、または有名な事例としてはですね、2011年の3月9日の三陸沖マグニチュード7.3震度5強の地震ですね。で、この地震から2日後に発生したのが東日本大震災だったということになります。はい。ということで、このように地震から1日から2日後に大地震に繋がるケースが過去何度もいく,いくつもあるということです。で、これ能登半島の場合ですけども、今回ですね、この断層5なるもので、この震度5強の地震が発生した恐れがあります。これはあの 私の考察でね、本当かどうかわかりませんけどもし、この断層5で起こったんじゃないかということで、 この断層後でですね、続いて、この1日から2日後、大地の可能性ですね、これあるんじゃないかということで、これ気をつけていただきたいと思います。で、これはですね、統計学的には、最大で20%の確率で大地につながる可能性がありますので、気をつけていただきたいというふうに思います。はい、ということでね、まあ、この、能登半島ですからね、地震が起こりやすくなっている地域ですから、この20%よりもしかしたら高いということもですね、あるかもしれませんので、気をつけていただきたいというふうに思います。 で、今日ですね、この、能登半島の地震ですね、朝6時頃に発生いたしましたから、現在ですね、この地震が発生して14時間が経過しておるわけです。ということで、この後、34時間以内ですね、大地の可能性、この統計学的に見ると可能性が高いのではないかということですね。 はい。で、これ、大地震が起こってしまうとですね、え、これ、震度なぁの、え、恐れがあります。震度なぁというとですね、水道ガス電気が止まり、ポンズもですね、蒸発するということが恐ろしいですね。で、もう一個のね、危ない場所もですね、え、あります。それが、この能登半島の海側ですね。この能登半島海側の断層4、え、大地震が起こっていない、え、地震の力が残っている可能性があるということ、いわゆるね、割れ残りの状態となっておりまして、将来ここで大地震がですね、ギヤーッと発生する、え、そういったこともあると。で、この 断層4が怖いのはですね海で起こる大地震になるということでもし大地震なら津波は危ないということでえ備えていきましょうということですで、また新しい情報が入ったらですねすぐにお届けいたしますので情報を見逃さないためにもぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いいたしますで、今日一番言いたかったのはこれ何かと言いますと 本日、の登半島で震度5強の地震が起こりましたけれども、この震度5強の地震ですね、これまでに地震が、余震が少ない地域で、震度5強の地震が発生したよということです。これはどうしてかというとですね、おそらく、これ断層5なるものがあって、この断層1から3で起こったのが震度7の地震でしたが、今回の今日の地震は断層5で起こったんじゃないかということで、これまでとは別の場所で地震が起こった可能性が がありますで、この後ですね、この断層後の場所で大きな地震にですね、つながるという可能性がもしかしたらあるかもしれません。で、これは統計学的に見ると1日から2日後の可能性が高いです。で、20%の確率ですね。気をつけてくださいということであります。はい。では今日の問題でございます。今回の地震はただの余震ではない可能性がある理由は 新しい場所で地震が起きたから、マグニチュードが大きいから、人工地震だったから、宇宙の場、サッドへしようかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。成果した方にはハートマークをつけたいと思います。い。以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と、元気をお届けしていきたいと思いますので、 ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いします。6月8日のメンバー限定講義は、アフリカ大陸とプレートの誕生ということでお話させていただきます。メンバーの収益の1は被災地に寄付されます。メンバーのメンスいつも本当にありがとうございます。シュミティミニシミジキヌフシュウティシミシュチイリグジピピティイリイリイイ 이이윗 <shriek> <shriek>